にちは、イモケンでございます。さあ、本日のゲストをご紹介したいと思います。とうとう来ていただきました。ザ・グッバイドラマーでございます。江戸浩一さんでございます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はじめましてよ。よろしくお願いいたします。どうもです。軽い。軽い、こうちゃん、軽い。いやもうね、ほんとよく読んでいただいて。いやもうほんとにちょっと、スケジュール調整大変なの、調整してただけで。いやもうとんでもございません。それはね、もう、やっちん読んで。はい。よっちゃん読んで。はい。あもう、こうちゃん呼ばないぞという、もう、グッバイファンからの声もいっぱいお聞きしながら、もう嬉しい。こうちゃんも呼んでと。ああ、もう嬉しい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、ほんとに。いや、大体ね。吉尾の回、これまた赤い見てみたい、見ていただいたらいいんですけど、はいはいはい、このイモケンという名前をつけたのも野村吉尾くんです。学生服着ろって言うたのも野村吉尾くんです。なかなかプロデュース能力ありますか。ちょっとお前責任取って出ろよと。あそういうこと。飲んでた時に、そっからもう去年のコロナ禍でなんかやらなきゃダメだよケンちゃん、できるのはケンちゃんしかダメだよ、はいはいはい、しかできないんだよって言われて、はいはいはい、それで学生服も着て、いやここまでやれと、振り切れるのはね、と言いながらな、あいつあまりグッバイ曲せへんくせにな。何やもん。そう人に言うときながら、あのあいつで自分であんまりやりたがらない。そうでしょ。そうそう、あの人にはやんやか言うんだけどね、やんなきゃダメだよとかね。そう、ね、先輩なんだから年。いやでもやっぱりほら僕は、うん、あのこの業界に入ったのが19のもう末ぐらいなんですよ、うんうん。でも、まあまあ、ケンちゃんにしても、うん、吉尾やっちにしても、僕はやっぱりテレビで見てたから、歳も上やんか、俺とや、あの、吉尾は同い年で、こうちゃんは学年で言うと1個上なんですよ。1個上で、やっちんは僕もう一つ上なんだけど。上やもんね。うん。だけど、なんかね、まあ、最近はもうそうでもないけど、吉尾に対しては、うん。でもやっぱり、そのデビューしてからっていうのは、うん、やっぱりずっとよっちゃんじゃないですか。いや、よっちゃんよ。ね、よっちゃん。そうそう。あいつはね、あの、ずいぶん前なんだけど、うん、こうよくほら、職業何ですかとかって、はいはい、聞かれるでしょ、うんうん。そしたらあいつはね、俺の職業はよっちゃんだって。だから、すごくなっていうのかな。こうプライドというか、うん、あの、もうその、よっちゃんであることに、すごく責任を持ってるっていうか、なんかその辺はね、あ、こいつプロなんだなと思って。俺はだから、この、YouTube でも言ってるんですけど、もともとやっちんと知り合い。僕はね。はいはいはい、はい。グッバイやる前から。はいはいはい。まあだって、もう、デビューこないだ47周年とか。そうそう、40年。あ、一緒です。そうそう、一緒やね。グッバイとは一緒なんで、いや、グッバイのが後なんですよ。そうそう、いや、デビューは。そう、あの、しかし、やっちんがほらは11からもう。そうそう。でしょ、こんなとこ、やっちんこんなとこやってんですもんね。そうそうそう。そう、だから、その、そんなんで家賃と知り合いやってんけど、まあね、僕がチキンとフライアブやるときに、ちょっと吉尾は会ったこと、まあ、ないことはなかったんけど、まあ、気難しい男やなと。そうそう、なかなかね。なかなかね。結構ね、シャイなので、そうなのよ。人見知りするんですよね。ね。うん、ちょっと思って、ちょっと家賃ちょっとなんとか、吉尾くんにもうち出てもらいたいから、ちょっと間つないでくれへんから言ったら、いいよって言ったと。うん、言って俺もちゃんと懇切丁寧に連絡して、でも一度ね、顔合わせをして、まあお酒飲むなりなんなりして、ちょっと温めようかと思ったら、意外に割とすんなりふっと心開いてくれたというか。一回こう、あの近くに行くっていうか、うん、あの、一回そういうこう接点を設けると、うん、すごいパッて開いてくれるんだけど、はい、そこに行くまでがね、で、あいつはもう自分でこう、やっぱりこう、殻をこう作ってるみたいな感じするじゃないですか。なかなか殻割れへんから、ね。あいつ、卵の殻が硬いんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ダチョウの卵くらいの。殻硬いよね。硬いから。だから、今言うたように、グッバイのドラマではねんけど、まあ、そういう意味で言うと、江藤君はまあ、家賃の時にも聞いたし、家賃はよっちゃんの時に聞いたのかな。ジャニーズじゃないわけでしょ。そうそう、もともとね。そうでしょ。グッバイやるって言った時に。やってきて。うん。で、まあ、グッバイは、その、スケジュールはジャニーズ事務所が切ってるんだけど、うん、所属は、
ジャニーズ出版だったんですよ。え、ザ・グッバイ自体が？そうそうそう、ジャニーズ出版の。ということは、野村義雄と曽我康久はジャニーズ事務所やけども。そうそう、そうやっぱり。多分そうかな。あの、イモキントリオもそう。イモキントリオはそれぞれ事務所が違うねんけども、イモキントリオは浅井企画さんでしたから。あー、来ちゃう。そうそう、事務所でした。イモキントリオとしてはね。でももしかしたらそんなんだったのかも。そうだと思います。でもなんでさ、え、なんだ聞いたけども、もっぺん鬼から聞いたけど、それと光一くんがジャニーズでもなかったのにグッバイに、はいはい、オーディションみたいなのがあったんですか？そうですね、オーディション、多分あれがオーディションだとは思うんですけど、僕はもともと生まれが大分で、大分ですよね。ええ、で、まあ、中学の1年からドラムを始めて、そうなんで、なんでドラム、うちのじいちゃんが、じいちゃん、ええ、村の太鼓叩きなんですよ。大分の、うん、村の太鼓叩きだけど、まあほら昔はそういうこう祭事物って多かったからお祭りとかね、はい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 、でそのためにじいちゃん呼び出されて、うん、まあ櫓の上で、はいはい、舌を出しながら太鼓叩くわけですよ、バチバチ巻いて、はいはい、でまあそういうのを見てて、まあドラムじゃないけど太鼓っていうのがこうすごく、うん、あ、なんかかっこいいなっていうのがあったんだけども、で、あとやっぱり僕がその小学校とかぐらいの時って歌番組がすごく多かったでしょ。多かった多かった。ね。うん、で、まあ、よく見てたけども、大体そのフルバンドでやるじゃないですか。はいはい。するとドラムって絶対真ん中なんですよね。真ん中やけど、まあ奥だよね。まあ奥、まあまあ歌の人がいるとかぶれたりするんだけども。そうだよね。うん、でもまあ常に真ん中で、で、当時のドラムセットね、すごい派手だったの。派手だった派手だった。でもうね、かっこいいって思ったわけだ。ドラムが。うん。で、もうドリフターズとかだと、練習後とかね、はいはい、画面の転換とか、もう、すでにドラムがなんか音鳴ってるでしょ。はいはいはい。もう、その辺で、あ、ドラムかっこいいな、これやドラムの子に持ってるだろうなっていうのから、まあ、始めて。ドラム。ドラム始めて、で、まあ、高校になってバンドとかも始めて、うん、その高校。それ大分で、高校でバンド。で、高校卒業するときに、その、今、小田和正さんとかのところでギターを弾いてる稲葉さんという方も多いたのかな、はいはい、まあ、大先輩で、もう当時もう高校生の頃から超うまくて、はいはい、でまあ、知り合ってすごいよくしてくれてたんですけど、高校卒業するときに、お前ドラムずっとやっていくんだったらちょっと一回福岡俺と一緒に来いって。福岡に。で、で福岡でそのヤマハがあるんですよね。でそこでまあなんかスタジオの、バンとか、ドラムのインストラクターみたいなこととか、うん、あとまあ、19歳だったので、ドラム、ある程度もちょっと叩けてたので、うん、初心者に教えてくれみたいな感じで、やったりなんかしてて、で、福岡のその、ヤマハに、その、プロデュースのスタジオがあるんですよ。ほう。ヤマハの。はい。九州のね、うん。で、そこの人が、まあ、僕の存在とかを知ってくれてて、はいはいはい、その人のところに、東京のビクターなのかジャニーズか、まあ、多分ビクターだと思うんですけど、はいはい、今度野村義雄くんがバンドをやるので、君のところの地元で、なんか、生きのいいドラムいないかっていう。福岡に話が、相談があったらしくて、で、まあ、僕を紹介してくれて、はい、で、まあ、来ることになったんですけども、うん、最初に、その、そういう話をもらった時に、周りはやっぱりほら、その、プロとかっていうと、うん、やっぱり当時はそのテクニック的なものとかね、はい、結構その何、フュージョンだったりとか、はいはい、そういうのをまあ目指してるような人ばっかりだったから、はい、お前ドラムそのやるのね、アイドルをやるためにドラムを始めたのかみたいな、はい、その先輩がやっぱり言うわけです。なるほど。まああの時は確かそうですよね。アイドルとこうちょっと音楽性、ミュージックがちょっと違うところあったよね。うん、そうそう。で、それで、いやいやか、まあ、言われながら、まあ、でも、ね、言われたので、うん、まあ、せっかく誘われたからと思って、行ったんです。うん、で、もう、それが、ビクターの青山スタジオで、うん、もう、ジャニーさんがいる、よっちゃんがいる、やっちんがいる。で、うわ、もう、大分の田舎もんはもう。そう、で、もう、スタジオもすごいでしょ。だって、サザンがレコーディングしてるような、そうや。ね、とこだから。まあ、だだっぴろいとこにドラムスコーンって置いてあって、うん、で、こっちに PA のこんなブースがあって、うん、もうスタッフ何人もいて、うん、で、そこにまあ行ったんだけども、とにかく、僕も
ある程度ちょっと人見知りなところがあるので、はい、なかなかこう口を聞けないというかあるでしょ、うん、で、まあ、ましてやその方言だったりするので、ね、九州弁だから。だから。もう黙々とドラムのチューニングをできもしないのに、トントンとかやってくれから。一応、形をやったわけだ。カッコつけたわけだ。で、それがね、吉尾は、うん、あいつなんかすげえって見えたらしくて。で、まあ、ひとしきりその、やった後に、じゃあちょっと音出してみようっていうんで、うん、もう、最初にもう吉尾のデビューが、ソロデビューが決まってて、うん、それ用の曲とかがあって、うんうん、で、それをちょっと合わせてみよう。で、ギターがボンって始めたところでドラムが入っていってとかで、やって、まあ、何分かやった後に、そのジャニーさんたちがいるそのこっちのコントロールームの方に行くと、ジャニーさんが電話してるんですよ。おう、なんかね。そうそうそう。で、俺が取り替えると、あ、ユー、あの、スリーサイズ教えてとか。ユー、スリーサイズ教えて。そうそうそう。うん、で、ちょっと測ったことないんでわからないんですけど。で、来週からハワイに行ってもらいたいんだけど、でちょうどね、マッチの嵐を呼ぶ男のクランクインの頃だった。で、その、ジャニーさんとしては、まあ、まあ、ドラムなので、うん、ちょうどいい、その、敵対するドラマーがいるじゃないですか。なるほど、はい、はい。これにってなんか思ったらしくて、言われたんだけど、うんうん、まあ、僕としては、その、田舎から、その、原宿の、青山の、はい、あのスタジオに行って、もう、それだけでもキシュってなってるところで、はい、まあ、よっちゃんがいてみたいなところで、もう、こうなってるところでそういうの言われて、もうめちゃくちゃ怖くなって、うん、断って一回帰ったんですよ。うん、らしいね。うん。うん、もう無理ですと。うん。ああ、やっぱり僕ちょっと、って。うん、そして、帰ったら、その、行くときは、お前、その、アイドルでやるためにとかって言ってたような人たちが、うん、お前なんでもったいないそんなチャンス断って帰りやがったんだみたいな。言われた。うん。こう九州では。そう。でもね、それ後で聞いたら、なんか説得してくれっていう連絡がそこの山の人にあったらしくて。すごい裏から。そう。で、こいちゃんのために。そう。で、また乗りやすいから説得されて、のこのこ出てきたっていうね。ほいでも出てってすぐハワイ。いやいや、だからもうハワイはやっぱり。なくなった。僕じゃない。あ、本当は嵐を呼ぶ男の敵対するドラマは、ゆうちゃんなるんじゃなかったかなという。そう、だから、あの時にね、もう二つ返事で OK って言ってれば、うん、ちょっと今頃違う人生があったかもしれないね。どんな人生よ。いや、野村よしおのグッバイじゃなくて、うん、こいちゃんとのグッバイやつ。なるほどな。え、いやいや、そうそう、そうかもしれないよ。うん、じゃね、だって、まあ、まあ、マッチの映画なんだけど、うん、当然その敵対する人にもスポットが当たるわけじゃない。当たるわね、当たるわね。ね、そこでなんかちょっとほら、キラコシのように、うん、田舎からの、ね、小僧が出てきて、うん、何あの子ちょっと気になるじゃないとかってなったら、ちょっとほら、ね、やっぱり今でこそ、まあ、ドラム、フロントマンじゃないけども、うん、ひょっとしたら当時その龍弁さんとかさ、稲垣さんとかね、そう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 みたいに、うんうん、ひょっとしたら俺が真ん中にいたかもしれないじゃん。そうやん、もうステージでずーっと前出て、稲垣潤一さんが前出てこねえからビューひょっとしたらその今のあの東山君じゃないけども、うんうん、ね、うん、ちょっとジャニーズを背負ってたかもあるね、知れないじゃない。それはない。ない、ね、それはなんもなんでも言い過ぎや。そうやね。すいません。調子に乗りました。いや、でも、うん、でも分かんなかったでしょ。じゃあ分かんないし、グッバイ、うん、いや逆にね、まあグッバイ入ることなんてもう決まったわけやん。ええ、ドラムやん、ええ。で、年代も近いやん。はいはいはい。まあ、僕らでもあったと思うねんけど、はい、高一的には、よしと、負けてられへんぞと。ええ、その前フロントギター、まあ一応ね、ええ、野村よしを、そこは安久ですよね、ええ、まあグッバイ。うん、ね。で、ハッツァンもおったけど、はいはいはい、ハッツァンと、うん、こいちくんやね、ええ。これで4人でグッバイね。そうそうそうとはいえ、ええ、俺らが支えてるんやという2人は、初、うん、の中で2人はあったわけですか、やっぱり。まあ、ぶっちゃけたところ。ね、よく、その、まあ、ツアーとか回ると、回る、はい。もう名古屋とかすごかったんですけど、やっぱり、その、こう取り巻き、ファンの子たちがガーってその電車乗るまでに、はい、来ますわね。うん、うん、するのを、その、やっぱり警備の人とか、はいはい、駅員の人たちが、垣根を作ってメンバーを通すんですよ。はいはい、で、
吉尾とやっちんはまあ顔が知れてるから、はいはい、バーって入るんだけど、はい、俺と葉っぱさんが行こうとすると止められるのね。決めよう、入ったらあかん。そうそう、もうメンバーって、まあほら、認知されてないっていうか、ああ、まだ最初の頃は。メンバー、メンバーって言いながら、こう、無理やり入っていったりとかっていうのもあったから、まあね、もっとこう、顔が知れ渡るようになりたいなみたいなものはやっぱ少しはありましたけどね。ライバル心とかというよりもそっち、ライバル心じゃなくて、いやもうライバルなんてもんじゃないものだって、もうスタートの時点で、うん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 、だからそこに、うん、いや入っていきたいっていう気持ちの方が強いですよね、うん、その別に抜いてどうのとかはもう一切、うん、なかったですね。だからまあ別にザルグッパイでデビューして、まあだから目まぐるしく始まるわけでしょ。何やわけのわからん。覚えたとこの間まで太鼓ブラの太鼓叩いたおっさんがバー出てきて。だってもう、その毎日ほらテレビの収録があるわけじゃないですか。うんうんうん、あ、もういきゃー、キョンキョンはいるわ、聖子ちゃんはいるわとかさ。いきゃー、キョン。そうそう、いきゃー。あ、脇田ちゃんはいるわとか、いよちゃんかなって、もうだって一番アイドルのその前世の頃でしょ。うんうん。まあね、毎日がバラ色。で、何やるかっていうと、まあこういうトークで、うん、で、まあさんまさんだったり、鶴瓶さんだったりとかでさ、ね、まあ面白いから、ケラケラ笑ってる。うんうん、で、ちょっと演奏して、また戻って、ハハッって笑ってれば、よかったわけでしょ。まあ人生狂いますよ。